ちゃいいニュース。こんなんでいいですか？うん、いいよ、すごい。はい、ということで、花金です。はい、仕事終わりにウグイス谷の駅で待ち合わせしました。はい、待ち合わせってさ、一緒に住んどったら千件さ、確かになんか新鮮じゃないですか。仕事終わりぐらいや。仕事終わりということで、一週間よく頑張りました。とりあえず生飲みたいと思います。はい、飲んでこう。お疲れ様です。お疲れです。世界一ディープやん。道路やからね、確かに。やば。福井すだにの南口から歩いて1分ぐらいのところの焼き鳥笹の屋さんなんですけど、はいはいはい、焼き鳥がなんと1本90円、うんうん、なんか美味しいネギマとレバーと、レバーとつくねとウインナー。ネギマから行くんですけど、ここのネギマは鶏鶏鶏ネギネギネギなんだって。普通鶏ネギ鶏ネギやん。確かに確かに、うん。いただきたいと思います。まあ雰囲気相まって何食べてもうまいと思う。雰囲気で。この雰囲気で。そしてこんなに蒸し暑いのにおじはなぜか温やっこを頼みました。温やっこがですね、280円でございます。あんま食ったことないんだけど、温やっこ。え、それさ、タレこれじゃない？それをタレこれですよね。はい、温やっここちらのセットで、うん、なんかもうおじの後ろには誰のチャリかわからんチャリが放置自転車みたいなのもあります。そんな中飲んでます。使ってんのか。はい、世にも珍しい温やっこ。うん、あったかい。次、味噌きゅうりですね。うん、でもこれ手でいっていい？いいよ。もうなんかもういただきます。モロキューやな。モロキューやね。あの最高。うん、今日花金なんですけど、水曜日おじ飲みだったじゃないですか。うんうん、おいし、ここで持ち帰りしました。あ、そうなんや。予習がてら。あ、なるほど。勉強の予習とかはしないタイプなんですけど、うん、飲み屋の予習はすごいする。予習しとるんや、飲み屋。下調べとかすごいし。あ、まあ、それはそう。飲み屋となると予習も復習もすごい。じゃあ、おいしはチューハイにするので、おじのやつおいし決めていい？いいよ。ホットもできますってことは、ホットレモンサワー。やめてくれ。マジ？やめてくれ、それだけ。ホットレモンサワーでもレモネードみたいになるんちゃう？なる。はい、ということで2杯目は、うん、おじが、うん、ウーロンハイ350円、はい、で、大石が普通のチューハイ350円でございます。うん、ってことで乾杯。はい、はい。大石さんがつくねを食べて渾身の食レポをするそうです。やめてくれ、やめてくれ、そのふり。気楽に食べさせてくれ。美味しいもんもまずなるわ。食べてくれ。いきます。つくねいきます。はい、かわいいよね。あー、ザつくね、ふわふわタイプ。あ、そうなんや。うん、歯がなくても本当に食べれるタイプの。へぇー。うどんとかそばのお店らしい。でも24時間飲める店らしい。すごい。すごいよね。もうやってんの。はい、こちら角ハイボールですね。うん、480円でございます。うんうん、そしてこのパイプ、うん、いいよね、なんかこの注ぐパイプの。で、高級食べたまるわ。ここに置かれたら。ということで、お疲れ様です。はい、すいい濃いめそう。あ、おいしいおいしい。濃いめそう。濃いめ濃いめ。来ましたー。おーい。こちらがどて焼きが450円ですね。思った、ね、めちゃめちゃゴロゴロ肉やん。うまそう、やば。おい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 、出ました。あんな分厚いね。うんうん。
ホロホロすぎる。ホロホロすぎるんや。ホロホロすぎる。うん。震度2で崩れる。本当に。そのレベルの。うん、すごいね。相当ですね。あんまり。次なんですけど、手羽明太が450円です。手羽明太。なんか想像できなさすぎて頼んだけど、なんか多分手羽餃子っぽい感じが。こいつめっちゃ手羽先好きなんです。いただきます。熱いん、来てから結構経ってるから。断面見せていいですか。いいよ。見せづらいとこあるんですけど、見て。重いね。こういうことか。思った10倍明太。うまいな。見てもらっていいですか。焼きそばあって、焼きうどんあって、ナポリタンあって、醤油ラーメンあって、味噌ラーメンあって、カツ丼あって、チャーハンあって、メンチカレーあって、オムライスあって、カレーあるんよ。全部の料理があるやん。メニュー数多すぎん。多すぎる。多いんやが。ということで来ました。大石が梅サワーです。梅サワーです。いくね。で、おじがウーロンハイです。はい、お疲れ様でーす。そこは、今、その前の俺が人力を入れる。次、また南口に戻ってまいりました。スタミナ料理もつ焼き、立ち飲み酒場ジロギンさんです。もうちょっと記憶が曖昧な状態なんですけれども、空いてるところに入りたいと思います。ここは立ち飲み屋さんっぽいですね。三軒目来たわけですけれども、ジロギンさんのなんか名物って書いちゃったり、ドロハイ、ドジがウグイスハイ、うん、いただきます。何だろう。あ、こちらはなんか抹茶杯のような、何かわからんものを頼むおもろさってあるか、何が来るかわからん、ガチャ。はい、ということでですね、こちらね、チューハイがめっちゃ安いんで、ね、330円じゃないですか。そのチューハイのメガをいただきました。だからメガがあると聞いてメガを頼んだものの、あのおいくらかはちょっとわからない。でも我々も値段とかいいんよね、多分ね。メガがありゃ頼む。メガがありゃ頼むよ、この酔っ払いたちは。酔っ払っております。ということでお疲れ様です。うまい、うまい、まあ、最高。水やん、水やんけ。はい、ということで来ました。こちらが、鬼おろし大根の300円。安っ。こういうのがちょうどいいんよ今。絶対うまいやん。今一番食べたいやつかも。食べんでもうまいから、食べんでもいいぐらい。匂いがうまいから。食べろや、早く。うるさい、うるせえ。いただきます。どう？見た目の通り。見た目の通り。何杯目ですか？知らん。知らん。まあまあまあ飲んでいただいて。はい、お疲れ様です。そして大石は利き手じゃない手でハツをいく。うまっ。何杯目ですか？この映画。知らんよ。もうね、把握ができんのよ。お疲れ様です。お疲れ様です。水やねん。水なんや。この時間帯のメガは、うん、もはや水。いや、理論おかしい。鳥も言っていい、うん、